日高町で開かれたオフロードバイクの大会、日高ロックスエクストリームエンデューロ。今年で5回目の開催で、全国から集まった94人のライダーがオフロードバイクの技術を競いました。大会ではおよそ 7.5 キロにわたる急な斜面や険しい山道などをバイクで走り順位を競いました。詰めかけた観客からはライダーたちのテクニックに大きな歓声が上がっていました。日高町ではこの競技に適した地形を生かして9月にも2日間にわたるオフロードバイクの大会が開かれる予定です。